今の餅つき歌は非常に大きい豪農の様子がよくわかるような歌になっております。大大皇帝の掛け持ちでございます。奥じゃ三味に弾く中の間じゃ踊る、奥の間で三味線を弾いて中の間で踊ってるんですね。そしてお正月の準備の餅つきがお台所で行われている。おかちんねりという言葉が出てまいります。本来はこれ城代の用語言葉だそうでございます。今では宮中にしか残ってないというお話も聞いたことがございますが、おかちんねりをする餅つきのことをおかちんねりと言いますが、この餅つき板にも出てまいりました。千両箱を積んで、そしてお餅を備えて、恵比寿大黒も飾って新年と。